本日はスイッチを入れても動かないというところから説明をしてまいります。で、皆さんもよく組み立てたけど電源入れても動かないというのを結構受けた記憶があると思います。で、まず構造的なところ、自信を持ってなぜ動かないのかというところから説明してまいります。で、低速重差は大きく分けて、縦型横型にあるんですけれども、センサーの違いがあります。まず HU300 もそうですし、あとクミンスもそうですね。こちらの縦型っていうのはセンサー、マグネットセンサーっていうんですけれども、この部分にセンサーが入っています。この上面ですね、頭のところ。そして、ドラムキャップのこの部分に磁石が入っています。で、実際にこれが正しい位置に来たときにスイッチは入ります。で、例えばこのドラムキャップを踏み間違えて、ここでも踏んじゃうんです。実はどこにでも踏んじゃうんです。でもスイッチも動きます。あくまでも正しい位置に来ないと動きません。これはまず、HU とかクミンスに関するマグネットのスイッチの動かないというところになります。で、次に、H2H、HH、HI の関係ですね。こちらの方はマグネットセンサーがここについています。側面ですね、上ではなくて側面ですから、これもちゃんとした位置、これはオレンジ、H2H の場合はオレンジなんですけども、H は緑になります。で、ちゃんと正しい位置に行っていれば機械は動きます。で、H2H もやはりマグネットのこの側面に入ってます。側面と側面で入ります。で、HU の関係は裏と、この裏と頭です。まずこれを正しく認識してください。これが一番基本になります。まず試していただきたいのが、動かない、正しく組んでいなければ動かないというので、お客さんなかなかそれが分からない方がいらっしゃるので、その時にあるご家庭にある冷蔵庫なんかペタッとつけてあるマグネット、これを用意していただきます。で、HU とかクビンスの場合はこのスイッチを入れていただいて、頭に磁石があります。ただその時に軸だけになるんで非常に危ないので、そこを注意してくださいっていうアナウンスをしてください。で、必ず中心が回るので注意して、このオープンクローズ書いてある部分の てっぺん一番高いところにマグネットを当ててください。で、ただ奥行きによって動かない場合があるんで、この上を なさる感じ、で、上動くことを確認してもらってください。 HHI の場合も、同様にマグネットを用意していただいて、必ず側面の壁にゆっくりこうスライドさせてください。ちょっと動く位置がきます。こうすることによってマグネットスイッチの不要ではないっていうことが